ライフイズストレンジやってきます。前回はね、なんかすげえ中途半端な終わり方しちゃったんだけど、前回のムービーの途中でね、くしゃみが止まらなくなっちゃって、急遽やめました。で、このまま続きからやってきます。花粉最近やばいんだよ、ね、本当に。薬とか何飲んだって全然効かねえんだもん。マジ終わってるわ、花粉症。これでケイトが安眠できるならいいと思う。誰これ。これで安眠できたらなんかすげえぞ。なんか俺悪夢見そうなんだけど逆に。ケイトの各キャラ大好き。なんか可愛い系ね。よくわからないけど俺には。感想書くのも続けてるんだね。まあちょっと待ってよ。他なんか見るもん。ポストカードなこれ。すごくいいね。ビクトリアまで。でも姉さんはなしか。姉さんはあれカスだからな。ビクトリアは女王様気取りだけど本当は悪い子じゃない。お、ケイト、あなたは私のことを憎んでいるでしょうね。それでも私はまたあなたの笑顔が見たいの。何か困ったことがあったら知らせてね。まあまあここでいいやつぶってもね、まあ本当はいいやつかもしんないんだけど、もともとそういうことしなきゃすまなさらすんだよ。ウェルズ校長もこういうこと書くんだ。ほう、あんま読む価値がねえな。写真、お、写真ありがとう。妹さんたちのおかげだよ。似てるな、まあ、話せばいいのかな。ケイト元気そうだね。よかった。何もかもマックスのおかげだよ。何か聞きたいことがある顔してるけどどうしたの。ビクトリアのことがなんか重要そうだな。姉さんのこと、ケイトのこと。ちょっと待って、一回ビクトリアのこと聞くか。ビクトリアの手紙見たよ。どう思う？ビクトリアは確かに、その、意地悪なとこもあるけど、すべての罪は許されるべきだと信じてるから。彼女もきっと、いろいろな悩みを抱えてるんだと思う。いい子だな、本当に。私もビクトリアがペンキかぶったとき、慰めてあげたら、ちょっと、分かり合えた感じがした。そんなことあったんだ。でも、なんでビクトリアは意地悪するのかな。まあ強がりたいんだろうな。そういう人だから。そういう人だからってなんだよ。自信がないんだよ。自信がないのかもわかんねえんだけど、まあこっちにしとくか。自信がないんだよ。劣等感があるから威張ってないと不安なんだと思う。なんでかな。もっと自信持っていいのにね。ビクトリアを救ってあげられるとしたらケイトしかいないよ。もっと根が深い問題だと思う。ケイトのこと、姉さんのこと。ケイト、ケイトとおしゃべりしたくて。今週はお茶できなかったしね。じゃあ埋め合わせに今度ポートランドまで喫茶店ツアーにでも行こうか。いいね。ついでにウォーレンも誘ってみたら。彼のことどう思う？男子禁制だよ。ちょっとあいつのこと聞いてみっか。ウォーレンのことどう思う？頭が良くて面白くて優しい人だと思う。かっこいいしね。まあ、確かに顔は良かったな。絶対マックスに気があるよ。週末デートに誘われてるんだよね。どうなることやら。でもこんな時に男子と出かけてていいのかな。行くべきだよ。ケイトがいてくれれば恋の悩みもあっという間に解決だね。マックスには幸せになってほしいから。なんかね、週末にデート行くっつってもさ、それって何、あの竜巻来る後の話でしょ多分。でも確実に来ねえじゃん。まあ姉さんのこと聞くか。姉さんが犯人だって証拠をもう少しでつかめそうなの。姉さんには叱るべき罰を受けさせなきゃ。これ以上犠牲者を増やしちゃダメだよ。ほんと退学にしてやれなかったのが悔しいよ。でも姉さんのお父さんがそんなことさせないと思う。うちの親よりひどいよ。姉さんは今どうしてるの？ボルテックスクラブ、プレスコット家。いやどっちもわかんねえけど、まあボルテックスクラブかな。しれっと今夜のパーティーに顔出すつもりじゃないかな。あれだけのことしてお咎めなしなんて。私に任せて。姉さんの部屋番号さえわかれば忍び込んで証拠を探せるんだけど。私も協力する。部屋番号を調べてスマホに送るよ。ありがとうケイト、頼りにしてるよ。これ以上姉さんを野放しにできないよ。そろそろ行くね。捜査を進めなきゃ。元気な顔を見られてよかったよ。ありがとう。マックスは優しいね。
ウサギの世話もしてくれて、アリスによろしく伝えて。まあそのアリスさんによろしく伝えてって言ってもさ、多分通じねえよ。でもなんか夢がねえこと言った。どうだった？元のケイトに戻ってきてる。よかった。来てよかったな。ついてきてくれてありがとう。次は姉さんのお見舞いに行くとするか。あいつは嬉しがらないだろうけどな。いや姉さん好きになれねえわ。もうなんか後々許しをなんかね、すげえ謝ってきても絶対許したくない。うわ、なんかこの学校の屋上を見るとなんか嫌な気分になるな。あー、これあれじゃない、いじめられっ子じゃない？何してんだ？お給設計あの二人恋すんのかな。おっと、マックスじゃないか。ああ、ジェファソン先生こんにちは。彼女は友達のクロエ。どうも。よろしく。こんなイケてる子がうちの生徒じゃないとは。いろいろありまして、詳しいことは校長が知ってるかと。なるほど。マックス、大丈夫かい？停学になったのに学校に来てるとなんか気まずくて。ここは刑務所じゃないんだ、気にすることはない。似たようなものかも。僕もそろそろイベントの準備をしないと。今夜のパーティーで日常ヒーローコンテストの優勝者を発表する。君たちも来るね。マックスにも応募してもらいたかったが仕方ない。無理強いはできないからね。ちょっと後悔してます。でも写真に集中できなくて言い訳ですけど。君は友達思いの優しい生徒だ。それにこれからチャンスはいくらでもある。今後は積極的に作品を発表すること。わかりました。パーティーには必ず行きます。私が引っ張って行きますよ。先生と踊りたいし。ダンスは勘弁してくれ。老いぼれに恥をかかせる気かい？教師の面目は保たせてくれよ。それじゃまた今夜。ハンサムだなあいつ。うん、ありだな。ちょっと何考えてんの？そりゃ今夜の作戦だよ。もうなんだよ、やきもち焼くなって。いい加減にしてよね。はいはい。ちょっとジャスティンに挨拶してくる。久しぶりだし。うん、行ってらっしゃい。仲いいんだな。なんかどっかのあのジョイスお母さんの店でなんか手ハイタッチしてたな。まずなんかあれ、いたダニエルくん。ちょっとこの話かけたかった。なんか元気ないね、大丈夫？僕は写真の才能が根本的に欠けてるみたいだ。アーティスト落第だよ。ちょっとそのシャツなんかおかしいぞ。なんかそのシャツ俺絶対着たくねえわ。そのシャツは題材を変えてみたら。諦めないで。題材を変えてみたら。題材を変えてみたらどうかな。得意分野とかに。一理あるけど授業の課題は選べない時もある。いっそ写真を描いてしまいたいくらいだ。やっぱり僕は向いてないんだ。諦めないで。一回過去に戻ろう。元気づけよ。ダニエル。絵を描くつもりで。そうだ、絵を描くつもりで撮ってみれば。スケッチしたいと感じたものを撮るの。カメラをレンズペンだと思って。レンズペンか。なるほどね。それなら僕にもできそうだ。ドローン飛んでるぞ危ねえよ。少し希望が湧いてきたよ。マックスはいい人だね。なんだ、ケイトのこと、姉さんのこと、パーティーには行く？ちょっと姉さんのこと聞くわ。ところで姉さんを見なかった？最近？うん、今日とか。さっきジェファソン先生が姉さんと話してたよ。僕は見ていただけだけど、これ以上嫌な奴に関わり合いたくないし。ケイトの、これ全部消えんだ。ケイトのことについて誰かと話した？僕は自分から人に話しかけないからでも一度ブルックとその話になったことはある。
マックスがすごく勇敢だったって言ってたよ。正しいと思うことをしただけだよ。でも気持ちは嬉しいな。それより大事なのはケイトへのいたわりと黒幕への報いだよ。そうだね。ケイトほど優しくて誠実な人はいないのに、僕はともかくケイトに手を出したのは許せない。お、惚れてんのか。かっこいいとこあるじゃない。いつもはスケッチブックの中限定だけどね。パーティーには行く？今夜の世界の終わりパーティーには行く？世界の終わりパーティー、どうせ歓迎されないよ。ダンスよりロッカーに詰め込まれる方が得意だしね。だからそれやってんのあれだろ、あのでけえやつ。行こうよ。行かなくて正解だよ。まあ無理に来なくてもいいからね。ボルテックスクラブなんてわざわざ行くほどのところじゃないよ。それもそうだ。ただのお飾りクラブだしね。君の言う通り、行くまでもないや。そうだよ。じゃあまたね。元気出して。お、話してるね。待てよ。他に何か。ああ、これだ、これ、この二人。今日だけで鳥たちの死体の山がいくつできたことか。本当だよね。異常気象ね。リス。動物パパラッチのマックスから隠れられると思った？あ、写真か？科学者としては興味深いわ。話そう。大丈夫かい、マックス。大変だったよね。いろいろ。まあ、なんとかやってます。サミュエルは？悲しいし、困惑しているよ。この町のみんなと同じく。君も解けない謎の山を抱えてるのかい？周囲の人間のこと、動物たちのこと、アルカディアベイのこと。周囲の人間のこと。謎は増えていく一方です。僕でよければ相談に乗るよ。姉さん。姉さんを見かけませんでしたか？見たくもないね。わお。嫌いなんですね。何か知ってるんですか？何か知ってんのか？姉さんについて何を知ってるんですか？彼のことは知れば知るほど後悔する。それだけですか？この学校の秘密に詳しいから何か聞けると思ったのに。マックス、僕にできることなんて限られてる。できるのは気をつけろと忠告するだけだ。なんか怖えな。まあ、全曲か。デイビッド・マドセンと話したことは？マドセンが話すんだ。僕は聞くだけ。デイビッドらしいね。なるほどね、一方的ね。物は見えても人が見えないのさ。でも君のことは例外かもしれない。どうしてそう思うんです？彼も君もカメラを通して世界を見るから。一番物事が見えてるのはサミュエルかも。いや僕はただ物事を違う角度で見てるだけ。それって結構頭いい人の考えだよね。まあかっこいいな。実はケイトのお見舞いに行ってきたんです。だいぶ元気になったみたい。君のおかげだ。大した救出劇だったよ。ケイトはいじめられてた。運命なんだ。運命ってかっこつけんだよ。これだな。サミュエルはケイトがいじめを受けてたことを知ってたんですか？僕をバカにするのはいいけど、ケイトにはやめるよう言ったんだ。いじめは悪だよ、マックス。私もそう思う。君は本当にケイトのことを思ってるんだね。マックスのような子がもっといればよかったのに。動物たちのこと、アルカディアベイのこと。アルカディアベイのこと。アルカディアベイに何が起きているのかわからないことばかりなんです。その答えを求める姿勢、グラント先生が君を気に入るのも納得だよ。レイチェル、日食ボルテックスクラブ。日食。私、科学の才能がないから、どうしてあの日食が起きたのかわからないんです。さっきグラント先生にも言ったけど、科学で説明できないものはある。先生の気を悪くするつもりはないんだけど、でもこれはほんの始まりだよ。始まりって、なぜそう思うんですか。教えてくれませんか？ただ目を開ければいい。そうすれば兆しが見えるはずだ。アルカディアベイに大きな何かが近づいてくる。そう、それは竜巻。マックス、嫌な予感がするんだ。いや、もう嫌な予感つか、俺は嫌なものを見たわ。ボルテックスクラブ。科学は得意じゃないけど、ボルテックスクラブよりはマシです。ああ、レイチェルもあのクラブの闇に気づいていた。すぐにみんな気づきます。
ボルテックスに飲み込まれてはいけないよ、マックス。抜け出すんだ。時が味方についているうちに。今完全に味方だからな、レイチェル。レイチェル・アンバーが全ての鍵を握ってる気がして、見つけなきゃ。見つかることを望んでいないかも。え？ナエも死んでるみたいな感じだな。遺体を見つけないでみてな。どこに行っちゃったんだろう。そうなのかも。どこに行っちゃったんだろう。見つけるものがいるとすれば、それは君だ。僕の夢が告げている。でもマックス、信じた道を進むんだ。そうすれば君の探しているものは見つかるだろう。レイチェルも待っているよ。ああ、動物、もう行かなきゃ。すみません、私もう行かなきゃ。誰に聞こう。アルカディ。待って、今何をすればいいんだ。目的、どれだ。なんかどっかなんか書くものみたいな。あれ、木曜日。はい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 、はあ、いや全然よくわかんないぞ。はい、もうよくわかんない。グラント先生だな。あら、噂をすればなんとやらね。久しぶりだな。学校から監視カメラを追い出せたのはあなたたち生徒のおかげよ。姉さんのこと、異常気象のこと、ケイトのこと、姉さんのこと聞こえ。姉さんを探してるんですが、見かけませんでしたか。まあ意外、姉さんと友達だったのね。いやいや、まさか。全然、ただ姉さんには、聞きたいことがあって。ひどく怒った顔でキャンパスを出て行ったのは見たわ。なんだ。正直最近の様子は普通じゃない。まあ私が言うまでもないかしら。そうですね。知りたいのは居場所だけじゃないみたいね。でも今姉さんと顔を合わせるのは得策じゃないわ。よく考えなさい。戻るよ。すみません先生、私もう行かなきゃ。失礼します。またいつでも話しに来なさい。よし、はい、戻ろう。姉さんは校内にいない。クロエのとこに行こう。あれ、グラント先生、もう住んでいいのこれ。あ、だ、もういいんだ。すみません、ごめんね、グラント先生、もう話すことないわ。動物といい、ケイトのことも。おい、何イチャイチャしてんだよ。任務完了。ここにクロエと一緒に通えたら最高なのに。ジェファソン先生かっこいいしな。もうクロエのバカ。ほら早く行くよ。でもな、実はジェファソン先生みたいな人が裏でなんかやってそうなイメージあるけどな。実はみたいな、で姉さんがいいやつみたいな、まあ、それはないな。男女別か、つまんね。隣の部屋に姉さんがいるよりずっとマシだよ。確かに。ここにいて、姉さんが戻ってきたらすぐに知らせて。私に任せときな。さて姉さんの部屋はどこかな。探そう。これはエヴァン。さすが独自の道を進んでるって感じで。ちょ、ケイトスーパーマックス、姉さんの部屋番号がまだ必要なら111だよ。なるほどね。めっちゃ連絡してる。めっちゃ連絡してる。最後の顔文字。助かるよケイト。111ね。魔法の番号は111ね。111。なんか聞こえない。え、あ、こっちだろ。ここか。あらら、トレバーとデーナだ。あ、はい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 。1111。うんこ書くなよ。トイレットペーパーどんだけ投げられてんだよ。まあ、多分他の部屋は行けないんだろうな。早く行こう。あ、発見。なにこれ。姉さんの部屋はきっとここだ。入ろう。鍵開いてろよ。だよ。そっか、壊しちゃえばいいんだ。いいねー。でもあれどうやって開けたんだろう、本当は。なんか、あれで開けれる？姉さんの携帯とか、何か手がかりを探さなきゃ。これさ、いいの？これで大丈夫なの？ちょっと待って、一回ちょっと飲み物食べさせて。
オッケー、じゃあやりますてか、なんかね、ジョイスからメールが来たんだよね。はい、え、なにこれ。ガレージの床に鳥の巣が落ちてたんだ、かわいそうに。え、あー、なんか俺やったよな、あれ俺のせい。嘘、写真撮っただけじゃね。あー、助けれたのかな、あれ。じゃあMP3 プレイヤー。クジラの歌、はあ、姉さんの心を癒せるのはこれだけなのかも。気持ち悪い。何クジラの歌って。クジラの声ずっと聞こえるやつ。クロエらしいけどおい、話し合いが必要みたいだな。お前が何をしたかみんなにバラしてもいいんだぜ。ダダじゃ済まないからな、覚悟しろ。怖えな、おい。嘘でしょ、クロエ。何これ、何これ、ひどいよ。何これ、これボコボコにされたの。何された。男子寮へようこそ。何これ。今や皮肉にしか思えないけど、ずっと持ってるなんて可愛いとこもあるんだ。気持ち悪い。これは6000ドルはする最新のモノクロカメラ。かっこ金持ちめ。金に物を言わせたやつか。病院の薬も効いてないみたい。なんだあいつ、病気か。説明書、あ、これってクロエを撃とうとした銃だ。誰かからのプレゼント。誰からだよ、ポスター。ひどい趣味だなついていけないよ。 DVD、 これは関係ないな。パソコンか。写真、不機嫌そうな顔。この父親とその服じゃしょうがないか。まあ見なくてもいいか。パーティーのことしか頭にないみたい。嫌な予感がする。調子はどうね。あ、ビクトリアにか。なあ、今週のボルテックスに何を着ていくのか教えろよ。俺も同じくらいスタイリッシュで高いやつ着ていくから、他の連中にあれこれ知ってもらう予定だから、本当に楽しみだ。思う存分騒げるように、ブラックウェルに札を近づけるなと親父に頼んでおいた。何でもありじゃん。もうパーティーのテーマが世界の終わりなんだから、それらしくしねえとね。何カッコつけてんだ。最低、絶対許せない。え、ケイトの分も仕返ししてあげるから。何の動画サイト、ちょっと見たいんだけど。ボルテックスクラブ2013年10月、パーティーハード、痩せに目覚めたケイト。めんどくせえ名前にしてな。ひどいな、この父親が本当の問題かも。ん、ショーン・プレスコット。姉さん、今週は何かとストレスの多い日々になってしまったね。母さんと私はいつでも話を聞くよ。必要ならアポを取ってくれ。母さんはビル先生のサイン会が終わったら呼ぼうと言ってるが、ひとまずはしっかり処方された薬を飲むんだ。ファンエステートの開発中は何も問題を起こさないでほしい。プレスコットの名前が重荷だろうが、お前もここで仕事できるようにするように、え、仕事できるようにすにを仕事できるようにをするように、は、徐々にいろいろ教えていく。私の父がそうしたように。父が私に一族の仕事のやり方を教えてくれた時も大変な思いをした。今は苦労するかもしれないが、いつか感謝する日が来る。ブラックウェルのことは気にするな。このゴミのような町を徹底的に清めて新たな名前をつけるんだからな。とにかく時が来たらお前の責任を全うする覚悟をしておくように。バカな真似はするな、父より。何ゴミのような町でてめえが勝手決めてんだよ。あの家にもまともな人はいるんだ。お姉さん、外国か。お、ネイトへ、ブラジルよりこんにちはお姉ちゃんからこんにちはとかって来たらなんか気持ち悪くなるわ。弟くんから最後に連絡をもらったのはいつかな。ブラックウェルの学校生活について早く知らせて。才能豊かな弟が小学生として、あの名門芸術学校に通ってるって平和舞台の同僚にいつも自慢してるのよ。まめに携帯とかメールをチェックできるわけじゃないけど、ぜひキャンパスの写真を送って、あなたのレンズを通して学校生活気分に浸りたいの。それにあなたの撮った写真をまた見たいしね。ママからいろいろあってパパに目をつけられてるって聞いてるけど、無視するか反抗するかのどっちかよ、ネイト。私はパパのことを愛してるけど、あの人のせいで地球の反対側にいるようなものだからね。パパは知識ではなく力を受け継いだ威圧的な人間よ。打ち勝つには抵抗するしかないの。一族の伝統なんかのためにあなたまでパパみたいになっちゃった目だからね。じゃあ説教はこのくらいにしておく。寮にいるときも家にいる気分を味わってほしかっただけ。じゃあまたね、マングローブに戻るわ。変身しないと寮に本物のジャガーを送りつけるわよ。いや、一番怖えよ、この人。へえ、
姉さんがダイエット薬品ね。しかも強い薬。うわあ。これだけじゃない、あと。あとなんもなくない？この写真は関係あんの？何これ？ああ、いい写真じゃん。すっごい気持ち悪いけど、自分のスタイルがある。気持ち悪いね。死んだ鳥の絵を本一冊で治ったら誰も苦労しないよ。なんだこれ。あとないよね。あとなんか重要そうなのある？お？床にあるのは何の跡だろう。この下にあるんじゃないの？ソファー動かせ。何か隠してるはず。高そうなソファーだな。これ欲しいわ。こんなとこに携帯はもらっていくよ。怪しい。携帯も手に入ったし、姉さんが戻ってこないうちにクロエに見せよう。はい。何も起きてないよね。喧嘩とかしてないよね。大丈夫か？ああ、よかった。戻ったぜ。ああ、よかった。やっと戻ってきたか。何を見つけた？なんか綺麗だけど、気味の悪い部屋だった。これを見て。やったじゃん。これであいつも終わりだな。あ！俺の寮で何やってる？やっべ！こそこそ嗅ぎ回りやがって。ちょっと落ち着いてよ。なんだとこれ。お、なんだ？マックス。お、ウォーレン。下がってろ。やっぱこれ、これ。やっちまえ。起き上がれ。まだ朝治ってねえんだな。うん、おお。かっこいい。そんなに死にたいのか。お、かっこいい。やめろこのボケ。つえつえつえ。なんだその T シャツ。今気づいたわ。手を出さない。ウォーレンを止める。止めよう。やりすぎだ。ウォーレンやめて。やめろ。もういいよ。もういいだろ。なんだよ。いや、銃取り上げろよ。お前も、お前も、全員して。行こう、早く。あ、逃げんのかい。覚えてろ、すぐに親父が来るからな。てめえらは、もうおしまいだ。あとなんだよ。姉さんが殴られて当然のやつだとしても暴力は良くないよね。あれ、いけない。いけねえのか。なんだよ、もうめっちゃボロクソバカにしようかなと思ったのに。あ、無理だね。進みます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。パソコンの方はこちらをクリック、スマホの方は下のところをタップして、タップよろしくね。